一人前の警察官になるため、体力や知力などを養う県警察学校。現場に配属される前に集団生活で学んでいる場所です。その一日のスケジュールがこちらです。はい、朝6時に起きてランニングや清掃など、そして朝食後は8時半から5時半までみっちりと授業が行われます。長期化課程ではおよそ10ヶ月にわたりこうした生活を送ります。一体どんなことを学んでいるのか、佐賀テレビに去年入社したオールドルーキーの記者が体験入校しました。よし、よし、佐賀市日の出にある県警察学校。新人警察官が集団生活を通して知力、体力、さらには精神力を身につけます。厳しい学校生活を学生に混じって体験したのは、朝のランニングを2周したんですけども、もう皆さんについていくのが精一杯で、ちょっと気合い入れ直して頑張ります。木村健雄記者、33歳。去年10月に生まれ育った大阪を離れて佐賀テレビに転職。一児のパパとして育児と記者の仕事との両立に奮闘中です。朝のトレーニングを終えると制服に着替え授業に臨みます。授業を一緒に受けたのは去年4月に入学した22人。県民に信頼される警察官になるため日々鍛錬を重ねています。4歩前、まずは団体行動を通して警察官に必要な規律を身につける教練の授業。指揮官役に挑戦します。なれ、右向け、右、回れ、右。グループに分かれて練習をしていざ本番に臨みますが、右目、あ、ダメです。なんと喉を潰してしまい号令をかけられず終了。続いての授業、犯罪捜査に気持ちを切り替えます。犯罪捜査は役割分担して犯人検挙を目指す実践的な授業。この日は車上荒らしで財布の入ったバッグが盗まれたという想定です。木村記者は鑑識作業を担当。被害者の車に指紋が残されていないか入念に確かめます。私の指紋じゃなか、きれいに出とんね。そう、危なかったね。私絶対違う、私じゃなか。犯人の指紋の可能性がありますので、取らせていただいても、被害者に確認を取りながら車についた指紋を採取。不審な人物の職務質問を担当する記者のサポートに回ります。この時間どんどん車から離れてるんで戻りましょう。一回戻りましょう。一回お兄さんの車でしょ。戻りましょう。もう一回すぐ、ね、職務質問をしているのに車から離れようとする犯人が逃げないよう体を張って進路を塞ぎます。前は開けちゃダメなんですか。いやいや、ちょっと待ってください。車を置いて帰るんですか。もう行こう。いや、まだまだ、ちょっと車置いて帰るんですか。抵抗する犯人を粘り強く説得し、なんとか車内の捜索に至ります。木下さんって誰ですか。あ、木下さん知らん。知らない人の財布入ってるのおかしいでしょ。入ってるんですか。車内にあったバッグから出てきたのは被害者のものとみられる財布。
なんで逮捕されたの？取ったんだから。取ったんでしょ。取ったんでしょ。取ったかって なんで逮捕されたの？取ったら逮捕されるでしょ。逮捕状持ってこいよ、俺。最後まで抵抗する犯人でしたが、なんとか検挙までたどり着くことができました。被疑者、絶対逃げます。でもその時にですね、木村さんですかね。木村さん、絶対相手から逃げられないようにくっついてましたよね。よかったと思います。犯人の逃走を防ぐ行動を褒められた木村記者。その調子で次に体験するのはパトカーの運転操作訓練。狭いスペースの中で切り返し360度回って脱出するタコツボと呼ばれるコースで技術を磨きます。自信があるのか、誰も挑戦していないバックでの進入に挑戦します。やばい、めちゃくちゃ切り返さないや。もうこれで動けないと思ってダメだった。前のパイロンとか、はい、自分の技術を過信した結果、切り返すスペースがなくなり失敗。結局自分もコースから緊急脱出することに。気合十分でパトカーの運転に挑んだんですが失敗してしまいました。これからは普段の運転ももっと気をつけようと思います。厳しい学校生活を一日体験した木村記者、日頃の鍛錬不足を実感します。去年の春頃まで毎日腹筋と腕立てしてたんですけども、今日途中で諦めたことをめちゃくちゃ後悔してます学生たちは先月末におよそ10ヶ月の学校生活を終え、現在は県内の警察署で現場実習に臨んでいます。現場のための活動であると実感できたので、どんなことも乗り越えられました。現場ではその犯人だったり被疑者だったりを捕まえるためにも、そこで力を発揮できるように使っていきたいと思います。積極的に前に出て、で市民の方々に信頼されるような警察官になります。力強い言葉で語る学生たち、警察官として県民を守るという高いモチベーションで厳しい鍛錬を乗り越えていました。